はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。いや、クソテクダ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、X でですね、クソテクダ選手権というのを開催させていただいておりましてですね、皆さんがお持ちのクソテクダのスクショ、こちらを見せてくださいと、言ったところ、結構たくさんの反響をいただきましてですね、リプライが322件、いただきました。皆さん、ご協力ありがとうございます。この322件の、リプライをちょっと見ていきながらね、どんなクソテクダがあるのかと、いうのと、まあ、クソテクダトップ3を、個人的見解により決めていこうというふうに思っておりますので、早速やっていきたいなというふうに思ってます。まあ、クソテクダってのはどういうテクダかっていうと、もう全く動けねえみたいな。なんじゃこのテクダみたいな。こういうね。もうお前、デッキの中に眠ってろよ、お前。もう調子乗ってくんな、みたいな。まあ、そういうことを、言っております。はい、意味しておりますので、早速やっていきましょうと。いうところで、ね、これやばくね、寝ててほしいやつ全員起きてたっつって確かにディアボ、シャドウミインクリース、まあ、確かに全部眠ってるほしいですね。全てデッキの中にいたら強いんだけど、まあ、全員起きてやる気満々というところでこれ優勝候補だろこれ。はい、こんな感じの手札がね、これもやばいね。ああ、栗から天丼3番やりすぎだろ。入れすぎじゃねえか、これ。デッキ構築論のところから、そんな入れるみたいなカードだけどな。まあ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 。なんか、ある意味これ惜しいな。ある意味惜しいわ、これ。これとか。割といけそう。扇風機すべて引いてるんで、シムーン使えません。草。しかも、おろしだからさ、扇風貼ってさ、サーチできるさ、VF いねえよな、これ。打点100とかだろ、これ。わかんねえ、おろしの打点。これ、地獄だな、このハンド。シムーン、何にも光ってないの、草。これ、やばいでしょ。フェス、レンタルデッキにて。フルコースじゃん。ヌーベルズ、フルコース。美味しそうだな、手札は。まあ、何もできないけど。これ結構ヌーベルズ割とこうなるのかな、フェスデッキだと。だから事故率高そうでしたもんね、フェスデッキね。これいや、これワンチャンあるでしょこれさ。あ、まあでもあれか。いやでもあれだね、ヌメロンネットワーク発動してさ、これあれだよね、確かダイレクトって数値できるよね、手札から数値する場合確か単位じゃないから、なんかこれワンチャン勝てそうだけど、これそんなことないのかな。これシャリだけポーカーでも一応動けるよね、これ多分ね、動け、シャリ、赤シャリあれば、シャリ見せて特殊召喚してから動くことできそうだから、なんかワンチャン、その、例えば、白魚とか、なんかね、イクラとか出して、ワンドローでワンチャン動けそう。これは、まだ絶望する時間、いや、まだ焦る時間じゃないのパターンだけどね。これやばいな。ザ・サンダードラゴンみたいな、ザ・サンダードラゴンみたいな、ハンドしてるな。なるんだよな、これなるんだよね。サンダードラゴンってさ、上級モンスターがめちゃくちゃ多いんで、まあ初動引けないとね、こうなるんですよね。マジで何もできないみたいな。眠ってほしいから全部いってんのこれ。あ、ノイドあるある、これもあるね。これイメージノイド使ってるとさ、よくなんだよな。なんか通常召喚ができない上級の特殊化モンスターがめちゃくちゃ多いんで、インフェルノイドって墓地こやつ系のカードないとこうなるんですよね。これめちゃくちゃわかるわ。すげえ、なんかロイヤルストレートフラッシュみたいなやつある。なんか綺麗。赤、青、黄色、綺麗だな。やかましや。誘発まみれみたいなやつはよくありますからね。あ、またいた。またいたんだけど。ヌーベルズ、レンタルデッキでしょ、これ多分。これで事故るよね、このデッキ多分ね。多分自分で組んだ方がね、良さそう。ヌーベルズは。マジでフルコース。美味しそう。またいたわ。なんかヌーベルズ使い全員事故に散らかしてるな。大丈夫か。ヌーベルズ使いまたいたわ。いや、ヌーベルズ使い事故りすぎだろ。これあれか、レンタルデッキか。これレンタルデッキの構築がゴミなんじゃないの、これ。わかんない、自分で組んでんのかな、ちょっとわかんないけど、多分ね、これレンタルデッキ組んだコナミ社員が無能という説は結構あるよ。やばい、やばいやつあった。
これあの激凛ってカードなんですけど、あの青姫の激凛ってカードなんですけど、これね手札からは出せないですよ。デッキから青眼なんか出すみたいな効果なんですけど、なんか手札に3枚生きてるけど、なやばすぎる。何もできない、何も起きない、何も起きない。反動きた、やばすぎ。やるねこれ。この反動なかなかならないけどね、すごい手札だなこれ。これもワンチャン優勝候補まである。すげえ本屋さんじゃんこれ本屋さん開催してんな。太陽月怪奇、これなんだっけ、これ何の書だ、わかんねえ。とりあえず本屋さんが開催されているハンドも、まあ、爆誕してると。やばラーワンキル握った結果なんかめちゃくちゃじゃあまあでもダメージ受けたらワンチャン出るからねこれね、はい。まあ、まだ可能性は、可能性はある。金玉引きすぎだろどんだけ金玉入ってんだよ。金玉エンディミオンかなこれ。あ、金玉エンディミオンっぽいね。金玉引きすぎでしょこれ。金玉は1人に3、あ、1人2個までと言われてますからね。これ3個はちょっと所持しすぎで逮捕されるんじゃないですかこれ。神めっちゃ来てんなこれ。いや入れすぎでしょ神。そんな神入れることあるこれデッキ構築段階からもう事故ること確定してるみたいなデッキ構築なってんじゃないのか分かんないけど。あーあーあーあああああ、これやべえなこれ。ブルーアイズってさ、自己デッキ代表格みたいなのがあるよね。優勝しがちだよねこういう、もうなんか上級まみれみたいなさあるんだよな。ブルーアイズ、ブルーアイズはね、もうバニラどうにもできない。バニラが3枚デッキに入ってる時点で普通に事故りますからね師匠全員集合ブラックマジシャン3枚にマハードも引いちゃってるわこれ。多分ソウルズかなんかで出したのかな。ガールはかわいそうにな、ガールの盾手札にはあるんだけどなみたいなね、かわいそうだな。アテムもびっくりの最強ハンドといったところでしょうか。地獄のフルハウスでしたこれ結構芸術点高いな。そのなんかさ、相手がさジャックライズだからさ、トークンを送りつけられてヒーローアライブが打てないところも芸術点高いよねこれそこそこ芸術点高い。割と反動的にはディアボリックガイはめちゃくちゃみんな苦しめられてるっぽいね。あ、マスクの、やべ、アベロマスク3枚来ました。ご家庭にマスクを3枚まで配布しとるやつねこれね。掃除投げてこれ逆転できるやろって思ったら、まさかの外帳1枚も来なかった笑った、まあ、フアンダリーズでしょうね。フアンダリーズ事故るんすよね。これ地図2枚入ってるからまだ多分あれだよね、地図2枚以上時代の時のハンドってことでしょこれ。まあね、あのフアンダリーズって、まあ、こういうこと起きるデッキなので、まあ、致し方ないところはあるんですけども、これ今より事故るようになってますからね。これよりもなんなら今事故りますよ多分。これやば、ゴキブリゴキブリ来すぎだろ。アースジェット巻かないと。ゴキブリ5匹はやばい、さすがに。うわ、かわいそうこの人。二冠校愛しすぎたんだなこれ。ロイヤルに揃えてて結構ね、あの力入ってっけど、全二冠校集合ということで、赤青緑綺麗だな。やかましや、金玉3枚連打してんだここな。金玉3枚入れるとこうなるよねラバコ3枚と一緒でね。うわ、これ惜しい、これ惜しいでしょ、これめちゃくちゃ惜しいじゃん。これなんとか足ってことにならない、これ角度が同じじゃんこれこれ足ってことにならんか、なんとかして。これマジで惜しいな結構ね。あ、ちなみにあのエクゾディアなんか初手で5枚揃える配信みたいなことになったことあるんですけど、なかなかね、やっぱね確率的には揃いづらかったんでね、すごいねこれ。結構手札誘発まみれみたいなやつはよくあるからな。なんかまあ、クソ手札ではあるけど、まあ、優勝候補とまではいかない。なんでそんなにパラサイト入れてんのデッキの中に、やばいだろこいつそもそも出来が悪いと言われればそうなんですが、思わず笑ったやつ。いや、そんなに規制させちゃう。いや、3積みするってどういうデッキこれ、やばいね。あ、まあブルーアイズだとあるあるですよねこれね。こういうね、白きデリュー3枚はやりすぎでしょそんなに入れなくていいでしょこのデッキはい、というわけでちょっとまあざーっと見たんですけども、ね、個人的ちょっとトップ3決まりましたんで、ご紹介していきたいと思います。第3位は
ローストさん、手札フルコースここまで来ると逆に完璧な手札とか言われてるけどねマジでロイヤルストレートフラッシュまである。これはいや確かに、あとはポアレディスがいればとか言われてるけど、料理人もいねえし、なんかあのレシピもねえし、これどうやって料理提供すればいいんだろうみたいなね、ハンド。この手札美しいよねマジで。なんかあのレベルもなんか綺麗に揃って、1、2、これ4か4、6、5、6だっけ、これ6だっけ、ちょっと覚えてないけど、まあ、綺麗になんかレベルが揃ってて非常に美しい手札ということで、まあ、芸術点も高いし自己率も高いということで、まあ文句なしの第3位なんじゃないでしょうか。第2位、ピロシキさん。この絶望感、青眼3枚の激鱗2枚のこの絶望感ね。激鱗なんで手札から出せないようにしたんだろうな。手札から出してから手札除外するみたいな効果でよくないかこれ。手札に引いちまうみたいなさ、そのなんか事故をさ考えてない時点でこのカードのデザインがそもそもやばいという話もあるんですけども、まあ、これもなかなかの絶望感ですよね。まずそもそもね、同じカード3枚入れてそれが3枚とも来る確率って相当低いんだよね。40枚デッキだと仮定して3詰めしたカード、これがまあ3枚とも、手札に来る確率って 0.1% なんですよなんでさらに激鱗が2枚来てるのも加味すると結構 0.1% 以下のね確率になってるんで、これは結構芸術点高いかなとある意味で、ということでこれ第2位といたしました。第1位は、タコ春巻さん、寝ててほしいやつ全員起きてた事件これがなんかリアルで、一応なんかリアルで絶望しそうで、よくはないけど、まあわかるなというところで、まあ、ちょっとリアル感も含めてちょっと僕は個人的にこれ1位にさせていただきました。これね、まあでもヒーローを使ってればね、インクリスとかシャドウミストとかディアボリックが来ることはあるんですけど、まあ、ここまで揃うことなかなかないなというところで、まあ、これちょっとデッキの中にね、あのインクリスが、まあ、あの2枚か1枚かちょっと分かんないんですけど、まあ、あの絶望は変わりないんでねこれね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあなかなかね、激アツのクソ手札が見れて、この企画非常に楽しかったなというふうに思っております。またちょっと、第2回ももしかしたら開催するかもしれませんのでね、皆さんよかったらクソ手札だなとなった瞬間にはぜひスクショを撮っていただいて保存をしておいていただけると、はい、いいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。